船遊びをする人々の昼食はフランスの印象派の画家ピエール・オーギュストル・ノワールによる絵画作品。船遊びの昼食とも呼ばれる。1882年の第7回印象派展に出品され、3人の批評家から最も優れた作品と認定された。歌唱で講演者のポール・デュラン・イコール・デュエルが作品を購入し、その息子から1923年に ダンカン・フィリップスが12万5000ドルで買い取った。現在はワシントン DC のフィリップスコレクションの所蔵である。豊かな表現、流動的な筆遣い、明滅する光に優れた作品である。船遊びをする人々の昼食は人物、生物、風景が一つの作品の中に組み合わされており、フランスシャトゥーにあるセーヌカハンのメゾンフルネーズのテラスでくつろぐるノワールの 友人らを描いている。ルノワールと講演者のギュスターブ海遊ボットは右下部に着席している。後にルノワールの妻となるアリーヌシャリコは最も手前で子犬と遊んでいる。テーブルの上には果物とワインが並んでいる。手すりの車線が画面を二つに区切る役目を果たしており、片側には人物でにぎわっている一方、もう片側はゆったりとした空間に。 経営者の娘ルイーズ・アルフ・フルネーズと、その兄弟のアルフォンス・フルネーズ・ジュニアである。この対象は有名になった。作品中、ルノワールは多くの光を捉えた。主な光はバルコニーの大きな開口部から挿しており、そばに帽子とアンダーシャツの大きな男性がいる。前景の男性二人のシャツとテーブルクロスはこの光を、 反射し、すべての構成に光を跳ね返す役割を果たしている。構成の中央で、グラスの水を飲むエレーヌ・アンドレの部分ルノワールはよく、自分の絵に友人を登場させており、船遊びをする、人々の昼食においても何人かが特定されている。モデルの特定は、1912年に、ユリウス・マイヤー・グラーフェが取り組んだ。人物は、以下の通り、1882年の、 第七回印象派展で、船遊びをする、人々の昼食は、批評家に称賛され広く受け入れられた。1882年3月10日、ポール・ド・シャリーは、レ・ペイズに、新鮮で自由で、ワイザツさを感じさせないと書いた。1882年3月11日、アルマンド・シルベストルは、ラビモダンに次のように書いた。ルノワールが描いた傑作の一つで、少量の、 大変非凡なデッサン、本物のデッサンは色彩の配置の結果であって、戦病ではない。船遊びをする人々の昼食は独自の芸術を打ち立てた芸術家たちの生み出した最も美しい作品の一つである。一方でフィガロガミが1882年3月2日、もしデッサンを学んでいたら、ルノワールは素晴らしい絵を描けただろうにという。 アルベール・ボルフのコメントを掲載している。池上秀弘、西洋美術史入門地区間処防、2012年、103ページ。ISBN 978から4から480688767。The New Painting, Impressionism, 1874から1886。An Exhibition Organized by the Fine Arts Museums. オブサンフランシスコウィズザ、ナショナルギャラリーオブアート、ワシントン、サンフランシスコ、ファインアーツミューズアムズ、オブサンフランシスコ、P 三百七十九、ISBN 零八八四零一零四七三、ニコラスパイク、ウェブミューズム、パリハットザニューペインティング、インプレッショニズム、千八百七十四から千八百八十六、アンエキシビジョンオーガナイズドバイザファインアーツミューズアムズ。 オブサンフランシスコウィズザナショナルギャラリーオブアートワシントンサンフランシスコファインアーツミューズアムズオブサンフランシスコ P 四百十二 ISBN 零八八四零一零四七三ザニューペインティングインプレッショニズム千八百七十四から千八百八十六アンエキシビジョンオーガナイズドバイザファインアーツミューズアムズオブサンフランシスコウィズザナショナルギャラリーオブアートワシントン サンフランシスコ、ファインアーツミューズアムズオブサンフランシスコ、P 四百十三、ISBN 零八八四零一零四七三、バイオグラフィーフロムレナードマルティン、SMB エンサイクロペディア。 http://www.worldofepicmovies.net/etwartge.htm.retr.ievetma17200010 ありがとうございます。<ici>